こんにちは、さくらゆみです。今回の動画は音声が少なかったので、初のアフレコに挑戦しながらやっていきたいと思います。パリには5つ星ホテルのさらに上にパラスホテルっていう称号があって、まあ、簡単に言えば6つ星ホテルなんですけれども、パラスホテルをいつか全部制覇したいなと思いながら、パリ旅行の楽しみの一つとして、今回は真っ赤な可愛いプラザアテネに泊まってます。この日は結構風が冷たくて、パリの気温は9度、外に出るとビューッと風に吹かれてかなりひんやりする感じなんですけども、これから妹ちゃんと一緒に美術館巡りに行ってきたいと思います。私はいつもパリで1週間から2週間くらい滞在する間にホテルを2つ3つ転々とするんですけれども、今回はプラザアテネは今日でおしまいでチェックアウトしましてきました。チェックアウトしてきた時に可愛いクッキーをもらいました。今日からはホテルデュールーブルに泊まるのでチェックインも先に済ませてきました。ホテルデュールーブルの中の映像は動画の後半でお見せするのでぜひ見てください。タクシーでルーブル美術館に向かってたんですけれども、着いたかな、ルーブル美術館が見えてきました。到着。はい、ルーブル美術館に無事に入れました。素敵に、こういう、よいしょ、美術のことはわからないけど、こういう建物が私は大好き。これ好き。全然読めなかった。これ好きかも、私なんか。綺麗。美しい。これは好みです。美しい。お土産売ってる。見失った感あるな、これ。さっきまでさ、ずっとさ、矢印出てたのにさ、なくなったってことは違う方向に来たっぽい。でもこれカメラ持つのめんどくさすぎて GoPro 頭につけたい。 GoPro 買えばよかった。こっち行ってみよう。もう疲れ果てたので帰ります。挫折。もうルーブルは広すぎて見て回れない。今度登らされるらしいよ、さんさん降りたのに。本当はここも行きたかったんだけど、疲れ果てたので諦めました。素敵。ルーブル美術館の真ん中の部分だ。またの機会に、今度こそはここに。やっと解放された。解放されたなんて勝手に入っといて失礼な話だけど、エントリー、エントランス、ねえ、いや、みんなほとんど見てるね。見て、こうなんか光がすごい、かっこよくない？本当にそうそうそう。本当にこれこそ出口っていう。これこそ出口です。
ピラミッドのところに戻ってきました。手前のちっちゃいピラミッドと、ほらー、うん、私はもう疲れ果てて、ちょっと美術館お腹いっぱいなので、妹ちゃんと解散してホテルで休憩します。妹ちゃんはね、本当に文化的な子なので、また新たな美術館に出発しました。というか手ぶれが鬼、見てる方申し訳ありません。ホテルで一休みどころか二休みくらいして夜になりました。ホテルドゥルーブルはプラザアテネに比べたらシンプルな内装だけど、壁の至る所に絵画がかけてあって素敵なホテルでした。ちょっと私のファーが映っててごめんなさい。今妹ちゃんがホテルのスタッフさんにフランス語でタクシーを呼んでくれるように頼んでくれました。有能な妹ちゃんに助けられてます。これから妹ちゃんとトリュフレストランにディナーに行きます。またね。Oh yeah, oh 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 yeah